今日はですね、小田急線の新宿駅にやってまいりました。なぜここかというと、人が多すぎてここしか、取れるとこがなかったからです。ということで、今年2024年最初の外食動画を撮りましょう。明けましておめでとうございます。休園中、親族や身内の方に不幸があった方にはお悔やみ申し上げます。では行きます。今日行くお店はこちら、元祖麻婆カレー専門店麻婆カリー。しびれる辛さが癖になるという店ですね。食べたことのない人は言います。麻婆豆腐なの？カレーなの？食べた人は言います。カレーでもなく麻婆豆腐でもない、それが麻婆カレー。大阪発祥と1万人客のカスタマー麻婆タレーとカレーとね、タレーでカスタマー麻婆カレーと。これね、前通って気になったのよ、大阪にこんなのあるのっていう。大阪はその年末年始以外帰んないからさ、新名物あるんだねってことで、今日はこの店に行きたいと思います。いつも通り、店内が混んだりとか撮れなかった場合は写真だけでお送りします。今回私が行ったのは新宿西口にあります、麻婆カレーと麻婆カリー。大阪名物なんですけど、初めて来ました。果たしてどんな一品なんでしょうか。
うまいですね。このマーボカレー、マーボカツカレーか、マーボカツカレーということで、以上、新宿のマーボカレーさんのマーボカツカレーでございました。